今宵もとある井戸から聞こえる話をお楽しみください。クラギツネ。栗田さんの住む地域は都内でも高級住宅地として知られている地域である。ある日、そこの新築住宅に加賀という夫婦が引っ越してきた。奥さんは美人で明るくて人当たりもよく、旦那さんの方は優しそうな夫婦だった。加賀さんは近所の奥様たちともすぐに溶け込むことができた。引っ越し祝いと歓迎を兼ねて、奥様たちは加賀さんの奥さんをお茶会などに誘って歓迎した。すると彼女は奥様方の身につけている品々を褒めまくるのである。奥様のつけられているブローチ、本当に素敵ですね。そのスカーフ、とってもセンスが良くて、私も欲しくなっちゃいます。いつも奥様の髪飾りは素晴らしくて、自分のファッションにも取り入れたくなります。持ち物やセンスを褒められて、嫌な気持ちになる人はいない。だが、加賀さんが褒めると、その品物が家からなくなるのだ。どこに行ったかと探していると、同じアイテムを彼女が身につけている。ポカンとしていると、向こうから近寄ってきて言うのだ。先日の奥様のブローチが本当に素敵だったので、私も取り寄せてしまいました。真似になっちゃいますけど、ご容赦くださいね。そしてにこやかに微笑む。言われた方はなんとなく釈然としない気持ちになるが、彼女と別れて家に身につけて帰ったのは記憶にある。だからその場で盗まれたとか、彼女が犯人だというつもりもない。ただ、偶然が過ぎて気になるというだけである。そんな話が奥様方の一人から出た直後、栗田さんもお気に入りのスカーフを紛失した。お茶会に顔を出した時にお気に入りのスカーフを身につけていったのである。その場には加賀さんもいた。翌日洗濯に出そうと探したのだが、それが見当たらない。さらにその翌日、偶然街で見かけた加賀さんは、栗田さんがなくしたのと同じ柄のスカーフを身につけていた。確かに自宅までスカーフを身につけて帰ったのだから、彼女を疑うのは間違いだとわかっている。しかし、彼女は昨日の今日で、どうやってあのスカーフを手に入れたのだろう。それは5年も前の限定品だったのだ。ある日のお茶会には加賀さんは参加しなかった。そこで話に出たのは、やはり同じように様々なアイテムをなくしてしまい、後日加賀さんがそれとそっくりなものを身につけているという話だった。一人や二人ではない。アイテムの種類も多岐にわたる。スカーフやネックレスをはじめとして、時計やブレスレット、ブローチにイヤリング、指輪に至るまでが消えていた。みんな、加賀さんが自分のなくしたものと同じものを身につけているのは変な感じだと漏らした。しかし、彼女が盗んだという証拠もないし、盗まれたなどと表立って言うわけにもいかない。自宅にはセキュリティも入っているし、彼女が忍び込んだわけでもない。あの人、どこで手に入ったのって聞くと、偶然バイヤーに残っていたとか適当なことを言ってはぐらかすのよね。
限定のものがそんなに簡単に入手できてたまるものですか。みんなの不信感も限界に達しているようだった。そんなある日、栗田さんのもとにおばが遊びに来ることになった。彼女は四国出身で勘の強いところがある。彼女は栗田さんの自宅に上がるや否や、鼻をスンスンさせて言った。あんたんち、何か動物飼ってる？栗田さんの家では動物は飼っていない。そもそも彼女自身が犬猫へのアレルギーがあるため、飼いたくても飼えないのだ。変ねえ。獣の匂いがするのよ。でもこれ、昔どこかで嗅いだことのある匂いなのよね。普通の犬猫の匂いとは明らかに異なるらしい。栗田さんも嗅いでみたが、特に気になる匂いは感じなかった。思い出したわ。これは、近所に住んでいたおばあさんの家と同じ匂いだ。何の動物を飼われていたんですかと尋ねると、彼女も正確には何も飼っていなかったのだけどね、と答えた。そんな謎かけのような話に栗田さんが首をかしげていると、おばは、くだぎつねを知っているかと尋ねてきた。栗田さんには初めて耳にする単語だった。動物というよりは妖怪みたいなものよ。そのおばあさんはクダギツネとはちゃんと言ってなかったけど、私はそう理解してるの。だから性格かはよくわからないけど。おばが言うには妖怪の一種で、キツネやイタチに似ている風貌なのだという。竹の小筒に入るほどの小ささで、よく主人の命令を聞くらしい。半信半疑な話ではあったが、栗田さんはアニメで魔女が飼っていた人語を介する黒猫のようなもの。つまり、使い魔の一種だと理解した。おばが言うには、そのおばあさんはその妖怪のようなものを使役していたが、それを一切悪いことには使わずに、近所の人が嘘物を相談した時に、それを見つけて持ってくるように仕込んでいたのだという。本来は、誰かの家の富や持ち物をくすねてくるように仕込まれるらしいのだが、そのおばあさんの祖母の代から、そういうことはしないようにしているとのことだった。不思議な話ではあるが、うせもの探しで物が見つかったら、料金も取らずに手渡してくれるということで、近所の人たちには慕われていた。お金は受け取らなかったが、野菜やお米などは喜んで受け取った。一方で、口さがない人は、そのおばあさんが物を盗んで、それを返しているだけだと噂した。つまり、マッチポンプだというのだ。でも、それもずっと昔のことよ。私が子供の頃の話。だから、なかなか思い出せなかったのだと、おばは言った。その話を聞いた栗田さんは、彼女に最近起きている話を振ってみることにした。実は最近、引っ越してきた奥さんがいてね。その奥さんにファッション小物を見せるたびに、やたらとべた褒めされるのだが、夜にはそれがなくなってしまう。それでみんな悩んでいるのだと伝えた。しかもその亡くなったものとそっくりな品物をその奥さんが身につけているということも打ち明けた。おばはやっぱりクダギツネっぽいとうなずいた。
どうもこの家の匂いもその人の家から忍び込んだやつの匂いっぽいねと納得したようだった。どうしたらいいのかしらと相談を持ちかけると、彼女は少し考えた末に言った。もっと偉い狐に頼んでみたら？お化け同士の話だもの。多分うまくいくんじゃないかしら。栗田さんはおばのアドバイスに従って、都内の大きな稲荷神社でお祓いを受けた。お札も拝領して帰ると、早速居間の高いところに飾った。すると、翌日には亡くなったスカーフが帰ってきた。確かに置いたはずの場所に、元の通りに畳まれている。ああ、やはりそういうことだったのか。納得した。だからといって問い詰めることはできない。お気に入りのものが戻ってきたし、もういいか。彼女はそう思っていた。スカーフを巻いて買い物に出ると、加賀さんの家の前で奥さんと鉢合わせした。こんにちはと挨拶をすると、彼女は栗田さんのことを完全に無視し、そっぽを向いて家の中に入っていった。露骨に感じが悪い。やはりこの件なのだろうか。彼女自身の振る舞いがそれを肯定しているように思えた。数日たって、奥様グループの一人である林田さんが栗田さんの家に遊びに来た。彼女はぎょっとしたような顔をして、そのお札は何かと聞いた。確かに家のインテリアからしても今の目立つ場所にお札が貼ってあるのは不自然に思えたのだろう。実は以前から物がなくなっていたりしたことあったでしょう。ああ、加賀さんね。合点が言ったようだった。林田さんはそのまま加賀さんへの不満を連ねた。私もあの奥さんの前では気に入ったものはつけないようにしていたのよ。栗田さんも見せない方がいいわよ。だって見せると全部なくなるんだもの。みんな、偶然にしては続きすぎると思っていると、林田さんは不満を口にした。その言葉に、栗田さんは、実はそのことで先日お祓いを受けに行ったのだと明かした。いただいたお札をそこに貼ったら、翌日にはもうなくなってたものが戻ってきたのよ。その言葉に、林田さんは目を丸くし、明日、そのお稲荷様に行ってくるわと口にした。亡くなったものが戻ってきたという話は、奥様グループ中に瞬く間に伝わった。林田さんも全部元の場所に戻ってきたと吹聴している。その話に乗っかるように、他の奥さんも次々に稲荷神社にお祓いを受けに行った。結果、なくしたものは次々に発見された。当の加賀さんは、全く家から出てこなくなってしまった。メールでお茶会に誘っても、断りのメールすら返ってこない。完全に、こちらとの付き合いは遮断すると決めたようだ。それから一月も経たずに、加賀さんの家では、夜になると壮絶な夫婦喧嘩が起きるようになった。外にまで響く奥さんの怒鳴り声に、道行く人も首をすくめるありさまである。加賀さんの旦那さんも、ひどいヒステリーを起こす奥さんとは、もう同居することができないと判断したのか、ホテル暮らしを始めたようだ。すると、寂しさからか、
奥さんが外で男と会っていると近所の噂になった。噂の出所は奥様グループである。もうどこに行っても彼女たちの目があるのだ。お気に入りのものを盗まれた恨みは浅くはなかったということか。その後の噂によれば、加賀さんは旦那さんに離婚を突きつけられ、結局その家から出て行かざるを得なくなったらしい。それから半年と経たずに、新築だった家も売り屋になった。この騒ぎの中、最初から最後まで物がなくならなかった家が2軒あったことが明らかになった。そのどちらも大きな犬を飼っている家だった。顛末を報告する際に栗田さんがそうおばに伝えると、彼女は、やっぱりね、と笑った。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録お願いいたします。